始まりました。ゆっくまちゃん、どうも、あくにゃんです。どうも、みんなのこれまるめ、メガネです。どうも、おかれさまです。この番組は本について好き勝手おしゃべりしちゃおうという番組です。でも声変じゃない？ちょっと声が出なくて単独ライブを無事終えました。あ、おめでとうございます。これで今日は行かせていただきます。昨日、本屋大賞が発表されました。ドキドキするんだけど、本当に。そう、私たち本当に知らないし、本屋大賞はこちらです。マジ？嘘でしょ？嬉しいんだけど、わしが書いたやつ。お前が書いてない。なぎらゆうさん、おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、大賞を取った流浪の月なんですけど、これを紹介してる動画がありますのでね、僕たち3人が。で、僕が担当してるんですけど、その動画は概要欄の方に貼ってありますので、概要欄からぜひチェックしてください。僕の動画もありますから、私のやつもありますね。私のやつもあります。そう、スタッフのやつもあります。私のマネージャーのやつもちゃんと見てほしいね。ぜひ見てみてください。というわけでですね、今回は本屋大賞に引き続き、この時期のね、大賞といえばもう一つあるでしょ。わかんない。今回ご紹介する本はこちらです。講談社から山口翼さんのブルーピリオド。本屋大賞に引き続きね、この時期は漫画大賞もあるんですが、こちらの漫画をですね、漫画大賞2020の大賞作品でございます。去年の大賞作は彼方のアストラ、 SF の漫画なんですけど、それもすごい面白かったんですけど、今回はブルーピリオドで、この本についてちょっと紹介したいと思います。芸大に受験して、芸大に行こうやみたいな作品で、ちなみに1巻読んだのがあくにゃん。2巻読んだのが私。だから2巻だけ読んだ。一番重要なのは、この主人公はヤンキーなの。あ、そうなんだ。そう。ヤンキーじゃん。やっぱ分かってないじゃん。で、主人公は全く絵に興味なかったんだけど。あ、そうなんだ。なんか、選択授業あるじゃん。書道か音楽か美術選ぶ。わかるわかる。で、自分は美術選んだんだけど。で、彼もなんか一番、絵なんてさ、適当に描いてもさ、出せば評価になるからって言って、そういう軽い気持ちでやったらハマっちゃうっていう話で。そういう話なんや。そっから美術部に入って、で、美大を目指すっていう話。そこすっ飛ばしてた。大事じゃない？2巻は、美大に受かるための学校に通ってる話。そう、予備校みたいなのがあって。マジで、どんぐらい難しいかって、東大より難しいんだって。日本一受験倍率が高い学区が、東京芸術大学の絵画科。平成28年度は、募集定員が55人ね。55人しか入れませんっていうところに、1058人。応募しているので、応募の約20倍。だけど、現役生はそのうち16人。え？どういうこと？みんな浪人して、勉強して受けるみたいな感じだって。16人ってのは多い方で、現役生が受かるのは毎年55人のうち大体5人なんだって。5人。でもその5人がその後、芸術界でうまくやっていけるかっていう話とはまた別ですしね。そう。この作品の中でも、才能とは何かみたいな、ずーっと問いを話してて。そうですね。しかも、この、学校とかで、ものが1個あるじゃん。例えば彫刻の絵とか。それをみんなで模写するっていうか、デッサンするみたいなので、全員やっぱ描き方が違くて、で、一人ずつこう発表するんだけど、なんか、主人公が負けたと思うのよ。そう！俺はこんなんじゃないって思うのよ。この主人公がめちゃくちゃ尊敬してる先輩がいるのよ。同じ美術部に。その人が予備校に通ってるっていうのを知るんだけど、やっぱ予備校で一番上手いんですかって聞いたら、なんか私下から5番目だよ。感じで、みたいな。上には上がいるから。そうそう。好きなことを仕事にしていいのかみたいな。主人公が悩んでて、芸大行ったところで就職率がすごい高いわけじゃないっていう。でもそれをなんか美術の先生は、好きなことは趣味でいいっていうのは大人の発想だと思いますよって。誰に教わったのか知りませんが、頑張れない子は好きなことがない子でしたよ。好きなことに人生の一番大きなウェイトを置くのは普通のことじゃないでしょうか。その先生が、いかに自分の好きを見つけるかを考えなさいっていう言葉があって、まずは自分の何を好きか知ること、そこから始めましょう。主人公は絵を描くことを好きになったけど、やっぱ、まだモノマネしか描けないんですよ。そこにあるもの、そこにあることしか描けないから、彼か。これって美術だけじゃなくて、どの業界にも通ずるなって私は作品を読んでたら分かった。完璧って、多分永遠に終わんなくない？わかる？これちょっと、めっちゃかっこいい。今。どういうことですか？どういうことですか？完璧って永遠に終わんなくない？違う！完璧って永遠に求められなくない？わかる？どういうこと？続けるとなんか、もう終わりはないよね、みたいな。そう。勝てない。一生自分に。あ、自分にも勝てない。これ言ってることでしょ？わかんない。でも違うな。今違うと思う。私何言いたかったんだっけ？主人公もともと絵を描かなかった人だから、すごいいちいち説明してくれんの、なんか絵について。めっちゃわかりやすい。これ遠近法とかも全部でこんだけあるんだよ、みたいな。あ、へぇー。となんかね、今までのやつと違うなと思ったのは、実際に生徒が描いた絵とかあるじゃないですか。これを本当にそれぞれの画家の人とかが描いてて。全部こうやって、ほらなんか、上段左から、これは堀内さんが描きました、矢雲さんが描きました、みたいな。これ本当の美大生なのかな。そうで、美大生がこの作品を書いて、合格しましたみたいなやつが載ってて。すごいね、それ。本当に一人の作家の人が書くわけじゃなくて、みんなで書いてんの。すっごいリアリティあるね。だからリアリティやったんだ。一巻の最後のスペシャルサンクスがめちゃくちゃあって。うわー、ほんまや。一人の人が書いてるわけじゃないから、本当に個性的な絵とかが出てきたりとか、それぞれ違う捉え方をしてるっていうのを、本当にわざとやってんの、これ。漫画大賞おもろいね。でもこれ、受かんのかな？ドラゴン桜って知ってる？東大事件の。あれ全員受かんないんだよね。そうね。そこがいいですね。そこがいいんだよね。わかるわかるわかる。受かってほしい。受かんないでほしい。受かってほしい。いやいや、違うんだ。受かんないからの良さもあるじゃん。急に入ってきたじゃん。話としてはすごくこう、ストレートな話だから、きっと入りやすいと思うし、主人公がすごい普通の家庭に育ってる感じで、美大に入ることを説得するシーンも私はいいなと思ってるから、そこもぜひ読んで確かめてみてほしいなと思います。美術の話だけじゃなくて、その好きなことを仕事にすることとか、なんか貫き通すことの大切さとか、あとどうしたら貫けるかみたいなことも書いてあるので、おすすめです。完璧。すごい上手。なんか書いてあったの帯とかに。全然書いてない。何そんな引用してるみたいな言い方するんですか？めっちゃうまいね、思って。今回は講談社から山口翼さんのブルーピリオドをご紹介いたしました。今、実際7巻まで出てるということで、ぜひ読んでみてください。読みたい。読みたいよね。読みたい。マジ受かってほしい。大賞だからね、大賞。大賞だからね。でも大賞取る意味マジで分かった、今ので。この番組では取り上げてほしい本のリクエストも募集しています。ぜひコメントしてください。あとね、ブルーピリオド読んだことあるよっていう方もぜひ感想の方コメントしてください。お願いします。そして、この動画がいいと思った方、読んでみたいと思った方、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。そして、福和ちゃんは公式ツイッターもございますので、ぜひフォローとリツイートもよろしくお願いします。お願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ここだったね。ごめんね。一番喋れちゃったね。俺の絵で全員殺す。そのためなら何でもする。めちゃくちゃかっこいいの、マジで。つわまちゃんも自分のお笑いで殺したいと思う。殺したいと思うね。全員。キルよって。全員殺したい。つわまちゃんの場合、実際に人死ぬからね。コントの中で死ぬから、つわまちゃん。昨日のタイムライブで3人ぐらい殺すなってすぐ。